皆さんこんにちは。この動画はメタセコイアのヘルプにあるチュートリアル12番の左右対称なマークカッコミラーリング、こちらをやっていこう、そういう動画です。それで前回の動画ですでにベース部分の作成1が終わっているので、この動画では作成2から始めたいと思います。じゃあこちらを読んでいきます。コマンドの面の生成でベースの続きを作成します。数の位置に新たな四角形面面 B を作成します。この時最初に作成した面 A の左上頂点と面 B の頂点を共有させるように作成します。これはですね、作成1の方でここに見えてる面が面 A なんですけれども、この面 A を作成1でも作ってあります。ここにもう出てるんですよね。ここから面 B を作っていくということなんです。それでこの面 A の左上頂点というのはここですね。ここから作り始めると。で、作り方がここに書いてあるんですけれども、面 A の頂点を黄色にハイライトさせて面の生成を開始すると。面 A の頂点と共有した面を生成することができる。そして面 B ができます。じゃあ、共有させるということなので、ここから始めたいと思います。まずここをクリックして、2つ目の点は1、2、3、4、5、もうちょっと上がったこの辺だと思います。ここをクリックして選びますね。そして3つ目はとっても簡単で真横に行って、最後の点はそのまま降りてきてここですね。ここを選択してみます。そうするとここに面 B ができました。このチュートリアの画像と同じですよね。面 B ができました。なんか別に大丈夫ですね。共有させなければいけないというふうにあるので、そこだけを注意して、あとは普通に任意でこう言ってこういう感じで頂点を選んでいけば面が出来上がっていきます。じゃあ次に行きます。サブパネルから多角形をクリックします。今四角形を選択してたんですけども、今度多角形ここですね、この星のボタンをクリックします。そして先ほどと同様に頂点を共有させながら数の位置に5頂点の多角形面を作成します。この面を面 C とします。やり方はここに分かりやすく図が出てるんで全然問題ないと思うんですよね。まずその共有させなきゃいけない点を共有させるということで、この点を選んで、2つ目、3つ目、そして4つ目の点、そしてこれが5つ目最後の点ですね。で、最後のここを読んでいきます。多角形面を生成する場合は最後の頂点を配置した後右クリックすると面が生成されると書いてあります。この点をクリックした後に右クリックですね。じゃあやってみます。ここが1つ目ですね。そして2つ目がこちら、3つ目がここ、4つ目は1、2、3、4、ここだと思います。ここ。そして5つ目、これが最後の点ですね。最後の頂点になります。じゃあここをクリックします。そした後に右クリックなんですね。なぜかというと、なんかまだこの操作が続いている状態なので、これじゃあ良くないので右クリックします。そうすると
面ができました。でこんな感じで反対側のエリアにも面ができてます。これも、多角形面のその最後の点を選択した後に右クリックをするということを忘れなければ、生成自体はとっても簡単にできます。なんかすごくやっぱ面白いです。じゃあこちらを読んでいきます。サブパネルから三角形や四角形、多角形面を作成することができます。四角形は最初に A の面と B の面をこれで作ったのでもう大丈夫ですよね。そして四角形は頂点が4つですけれども5つ以上の頂点になる場合にはこの星多角形を選ぶのがいいと思います。そして逆に三角形みたいに点が4つ以下になる場合はこの三角形から面を作るといいと、そういうことだと思います。なんか本当に大丈夫ですね。全然簡単にできます。じゃあこれでこの動画は終わりです。次の動画ではベース部分の作成3をやってみようと思います。